各議員の皆さん方のまあ協力もいただいて、まあもちろん皆さんのね協力がないと決議文というのはできないわけですからね。まあ今回の読谷村における冠婚葬祭等の生活合理化宣言決議ということで、まずはそういう決議文が出まして、これからまあこれからが大事なんですよね。読谷村民がいかにそういうこの決議文に対してですね、皆さんが問題意識を持っていくかっていうことがね大事であって、まあ目的は村民の皆さん方がやっぱり経済的安定を図るということがね、目的でありますからね。皆さんまたご協力をよろしくお願いをしたいと思います。 で、その件に関してあと一言、はい、あどうぞどうぞ、はい、徳井さんから。それではこの宣言でですね、村民の様子を見ながら、はいはいはい、またなかなか改善ができなければ、また次は議会として特別委員会も作っていこうなというところまでは、はい、全教で確認もしてございます。あそうですか。ただ、はい、そこでですよ、一人一人が何か小さいことでもいいと思います、はいはい、で私も一つを言いました、前回の質問の中で、この公典会社の廃止ですか、はいはいはい、それについて例えば公的機関の聖羅の園の、葬式の会場ありますよね。はいはいはい、ありますね、聖羅園ね。そこを使う皆さんは、条例規則改正してでも、はい、公典会社の廃止は、この許可証に義務付けると、それができ、できないかということを聞きましたら、執行部の方は、はい、あれです、この生活合理化推進協議会ものですかな、はいはいはい、そういった会がありますが、そこでそういった皆さんに諮って話が、じゃそういう提案もありますがどうですかということで、はいはい、上等じゃないかということがあれば、役場も規則条例と変えて改善できていくと。ああ、なるほど、まあ、公的機関から、これも非常に小さいことではありますが、はいはいはい、それがまた輪となって広がっていけば、はい、非常にまたいいんじゃないかなと、ですね、まあ、いずれにしてもまずは一つ一つねクリアしていかないと前に進まないといけませんから、実現を小さくてもやっていくことが大事だと思います。せっかくこうね議会にこれまでの皆さん議員の皆さん方は本当に読谷村民の代表としてその議会の中でいろんなこうお話し合いをされて、いろんな多角度から考慮されてですね、最終的にこういう決議文という作ってありますけども、でもそれはまた作りましたが、それが本当に村民に浸透していくのかっていう部分が、そのまた浸透度が遅ければまたそれを改善していく努力もやっぱり議会としても今後特別委員会等をまた作りながらやっていくということですね。議会では始めたかと思います、もうこれサイクルごとに10年ごとぐらいね、その運動は昔から、もうなるほど、ずっとその繰り返しになっておりまして、だから議会がこういったのは初めてかと思います。そうですね、まあ、本当に私たちの生活にあっては本当にもう当たり前にこう起きていることでありますのでね、ぜひそういう、合理化というものをね、やっていくべき必要があるのではないのかなということであります。皆さんのまたご協力もよろしくお願いをしたいと思います、はいはい、さあそれでは時にとりあえずですね一旦コマーシャルまたお届けしてですね、また議会一般質問などの話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いいたします。さあお送りしておりますインタンジャーデマンですよ。本日より読谷村議会議員をお招きしてお話を伺っておりまして、今日は千葉の徳江議員をお招きしております。引き続きお付き合いください。
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、本日ユンタンジャ出番ですよ、エミタン村議会議員千葉の徳井議員をお招きしてお話を伺っております。先ほどですね、まあ、あの途中オープニングからインターネットの方のですね、映像が、途切れたりしておりましてご迷惑をおかけしました。今も安定しているようでございますのでね、ご了承ください。先ほど前半はですね、エミタン村におけます、冠婚葬祭等の生活合理化宣言決議が、行われたという話をですね、徳井議員とさせていただきました。なぜかというと、まあ、徳井議員はこれまでにもですね、何度か一般質問でもですね、この合理化に関する冠婚葬祭の件をね、一般質問でも投げておりますし、それに対しても、まあ、関心度が高いということもありましてですね、また昨年の選挙においてもですね、まあ、公約とは言えませんけれども、うん、なんていうんですかね、その PR 文書にですね、ぜひあの観光総裁ご理解すべきということで、私は頑張っていきますよということで書かれておりましたのでね、今日はこの頭に、これは、どうなってるんですかということでですね、お話しさせていただきましたけれども、さて、早速ですけども、徳井さん、まあ、今回、一般質問等3月議会の時にですね、そういえば、徳井さんの方は石峰村長の、施政方針に関わるような話をなんかされてましたよね。あ、うん、あれはどういう質問？あれですね、うん、施政方針ということじゃなくて、うん、もう1年も超えたが、 2月で、承認されましたよね。そうですね、うん、1年も超えたが、うん、これから村政運営に対する今まで1年の感想とこれからの課題に、どんな決意で頑張るか頑張りますかという形の、ちょうど1年の時ですからね、1年経って3月議会からスタートでしたからね。で、村長はどうでしたか？もう、多くの村民の皆さんに支えられて、これまで来れたと、そこに感謝しながら、今後今まで安田村長とも引き継いで、前村長 の、 大きな課題、まあ、読谷飛行場の跡地利用の問題であったりですね、いろんな面で大きな課題たくさんあるが、職員一体となって、また議会の力も借りて、頑張っていきたいと、そういうふうな中身で、まあ、長々とありました、はい、もう覚えていませんので。いやいや、ありがとうございます。いいえ、とてもです。ただもう、石峰村長さん自体、はいはい、もう各ブラック周りもずっと話されて、うん、各種団体の集まりでのお話とか、うん、また村外にも出られて、はい、もう読谷村の村長石峰伝日ということは、もう多くの県民にも、はいはいはい、まあ、そんなよもちろんですが、うんうん、知れ渡されて出してると、うん、はい、うん、ぜひまた難儀もしながら、うん、たくさん村民のために頑張ってくださいよというような形のそうですね、思いでありました。はい、でも本当に今お話ありました読谷飛行場跡地利用の件に関しても、まあ、サイバー問題もね、うん、クリアしまして、このセンター地区もだいぶこう形が変わってきましたね。ファーマーズができて、また今度9月には陸上競技場ももう出来上がるということでね、今年からそこでまた陸上競技大会できるみたいです、うんうん、ね、読谷中学校の運動場の整備 もありますし、いろいろとこの、まあ、裁判問題が、片付いてきながら、まあ、残波中央線ですか、そういうのも着々と進んでますし、まあ、そういう意味では本当に議会行政また一体になって、できるところはどんどんもう推し進めていくところもね、石峰村長も含めて議会の皆さん方の、本当にこう議会会議の中でもですね、そういう話が多々出ておりますけども、もう陸上競技場も本当に念願ですからね、ヘミタン村本当いつも他のところでね近くで借りてやってるわけですから、今年からはなんか間に合いそうみたいですね、陸上競技場大会、大丈夫ということは、自信持って、ね、答弁しておりました、ね、はい、頼もしい限りでありますけど、もうまたファーマーズもできて、この辺もだいぶ賑わってきておりますから、あとはこの、国道バイパスですか、これも予算は持っていらっしゃるみたいですので、国の方も、来年すぐやるような状況も聞いておりますが、そうですか、というのは、裁判が先ほど、社長がされた、木林工作者の工作者、その皆さんの問題がもう解決しておりますので、
なるほど。これも持ってるお金はもう使わんと思った出すよと大麻みたいになると思いますので、あ、なるほどね、その辺またあの委員会あたりでも、うん、もうこれは即刻勉強あの要請に、ねはい、行こうという話も今出ておりますが、そうですか、うん、あ、なるほど。じゃあより具体的に動いていきますね。 お金早く使わんと持ってないですから僕、うん、せっかく予算作ってもらってるわけですから持っておれば早くやってくださいみたいな感じで、うん、ぜひあの行きたいと思います。うん、そうですね。まあ、本当にこう、読谷中学校も、まあ、昨年ね移設されまして新規にね、うん、こちらの方でもう子どもたちも元気に今登校してるわけなんですけども、いかんせんまだあの運動場の方がね、若干まだ狭いということもありますけども、まあ、今後またそういうところもね、クリアしていくでしょうし、また、中央残波線、はい、ここもね、ファーマーズができ、まあ、だんだんこう形が見えてきておりますので、まあ、ここも、早々と、村民の皆さん方が活用できるようになってくればいいなと感じますけどもね。はい、もうセンター地区だいぶ変わってきますね。うん、そこであの、これあの今回の三月受験の場合は震災に対する決議も、はい、うん、あの支援 の、 あのこれもやりましたが、 ありましたね。でそこで私はあのこの村長 の、 万の、うん、あの答弁を受けて、うんうんうん、あの県も一生懸命頑張っていると、はいはい、読谷村はどういった体制で、うん、この震災に対する、うん、あの取り組みをやっていくのかとしましたら、もうあのまずはとりあえずは1000万も村民がご承知の、うん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 、それからあのいろんな企業 の、 あの募金活動とか、はいはいはい、職員の募金活動とか あ、ねうん、あとあの組長会の、はい、各あざでのね、うん、取り組みをという、ま、ね、もう時期はそれだけ過ぎておりますが、うんうん、ずっと今もその思いであの、はい、関係課もですね、はい、連絡取り合って、うん、申請に対する、うん、あの支援の取り組みを頑張って、もうそういう面ではいち早くね、三谷村はね、うん、あの議会でも決定して1000万という支援をねやろうということでありまして、うんうんうん、あの各県に300万ずつと、それから遠野市でしたかに100万をね、三谷村のすごく関係のあるところでね、ぜひ応援しようということで、そのような話を伺っておりますけどもね、うんうんうん、はい、さあ、そういう、はいはいはい、まあ、村長の、ね、ご意向も伺いながらということでありましたけど、またもう一つどのようないくつか質問があったようなんですけど、次々伺っていきたいと思いますが、ああ質問ですか、うん、質問は、2番目はもう毎日新聞載っております、県議会でもずっとその私がこれ取り上げる前からありましたが、はい、振興策の特別法のですね、沖縄振興特別所長、沖縄振興の、はい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 、これも10年一区切りのスパンで、もうそうですね、復帰後47年からもう4回目、うん、もう40年、うん、あの来てるわけですよね、はい、それで次はあの5時とは言いませんが、うん、新しい法律ということで、うん、この沖縄振興の、はい、特別措置を、新たな沖縄振興特別法と今、うんうん、あのよくタイトルは出てくるんですが、今日の新聞にも ありましたね、うん、もう沖縄の要求全部のもみたいな感じのまあそういったら語弊あるかもしれませんが、うんうん、あの基地と引き換えみたいな感じではないかもしれませんが、うん、あの仕事が順調にいってるような、うん、報道が、そうですね、今日あった感じですが、まあ、あの今ポロッと時計さんも言ってましたけど、まあ、ちょっときちんと引き換えにというカードに来ないかどうかっていうのは、やっぱり村民を含めてですよ、うん、沖縄県民全部がですね、そういうちょっと疑いを持つようなね、うん、そんな感じであるかなと思いもしますけれどもね、うんうんうん、まあ、そこはそことしてもやっぱりしっかりとですね、あの特別所長に関するやっぱりきっちりと言うべきところは やっていかなければいけないと、じゃないと全てを容認する形になりかねないですからね、はい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 、そういう意味ではあの村としての特別所長に関しての何かご意見とかはお答えはどうでしたか、うん、ただこの件に関して、うん、僕らはこれ私も最初はあれだったんですよ、うんうんうん、これ喧嘩するのがこの仕事は、当たり前、はいはい、もうあの市町村関係ないんだなと、今まで思っておりましたが、うんうんうん、ゆっくりゆっくり考えてみましたが、ええ、各市町村の末端まで関係するような、あ、うん、なるほど、であるもんですから、うん、読谷村の、うん、ではどういった
この要望を県に出したか、はい、その辺を聞いてきたんですよ。なるほどなるほど、うん、はい、各市町村がこう県に要望して、それが沖縄県全体のまとめて、まとめたものとして国に行くわけですね。なるほど。で、読谷村はどうでした？もういっぱいありまして、うんうん、まあ頼りにも載せておりますが、もうたくさんの事業がありまして、ええ、まずは高額補助があると、沖縄 は、はいはいはい、この振興策で、あ、なるほど、読谷中学校もできましたよね。あ、そうですね、うん、その問題とか、うん、そういうのもあるんだな、うん、時計小学校の体育館とか、体育館の問題、うん、新しくね、できます。跡地利用の問題、はい、うん、その辺をですね、うん、そこに組み込んでおかんと、基本計画の中に組み込んでおかんと、うん、金は降りてきても読谷をもらえるチャンスがないとか、あ、なるほどね、うん、そういうのがありまして、うん、代理、ね、議会代理の方を見させていただきますと、うん、新たな、まあ、振興法に対する、うん、その要望というもので、うんうん、沖縄北インターと村を結ぶ道路、そういうのもあるということで書かれてましたよね。これももう3回ぐらい質問しまして、はい、みんな必要を感じると思いますよ、うんうん、もうこのインターにもう読みたんだけが、ね、だ特別扱いされてるような感じで、ハンディムになっててね、もうハンディムは高速から一番遠いから、石川にもおるか、そう、また沖縄市から守るか、はいはいはい、で、まっすぐ道開ければ私5分からね、そこ行けると思うんですよ。絶対近い、見えますもんね、うん、愚痴川の煙突とか、こっちから見えますよね、うんうん、ピカピカしてますでしょあれが見えるんですよね。そこで、うん、あれですよ、いっぱい弾薬庫も読谷の地主の皆さんお世話になってますよね。ぜひやってます。 なんで県はそのぐらい、また国は実感してもらって、うん、 できないのか、もう何回もやってきました、はい、ただ時計さん、ちょっと待ってください、話の途中ですけどね、委託コマーシャルをお届けしますから、また引き続きその件私気になるので伺いたいと思います。はい、はい。はい、お送りしております、ユンタンジャー出番ですよ。後半に入りますけどもね、先ほどちょっとお話の途中でしたので、うん、そのままね引き継いで持っていきたいなと思いますが、まあ、新たな沖縄振興特別措置法に、まあ、本村のね、読谷村の意見どんなものなのかということでですね、うんうん、一般質問で一番時計さんお話されたということもありまして、その、回答の中で、先ほどね途中でしたが、沖縄北インターと読谷村を結ぶ、うんうん、この島の弾薬庫を突っ切って、はいはいはい、この中央残波線からまっすぐ玉すぐ行ったら、沖縄北インター行けたら本当に5分もかからないかもしれませんね。まあ、俺はしも、まあ、でも3分で行くんじゃないですかこっちから見えますので、ね、本当に本当にあれですよ、新幹線なんかいりませんよ、うん、もうあれに比べたらこれだけでちっぽけなお金だと思うんですよ、ね、そうそうそう、うん、確かにね、だから国もその時配慮すべきじゃないかなという、うん、ね、まあ、本当原子爆弾でもあって、うん、倒産のかもしれませんがそんなこと言わんで、そのことはですよ、うん、あれ、県の計画にも、うん、読谷のこれはあと30年後みたいな感じのこれがありまして、はい、というのを県も弱腰で、
ずっと私は言ってきております。あの、ああ軍用地だから、はいはいはい、今はその計画に、うん、あの順序からしても入ってこないと、うん、ということで、うん、ただそこですよ、うん、岩見さんの歴代の組長、うん、村長さんも、うん、あの中部広域、うん、中部町村会の、はい、あの議員の議長会とか、うん、組長会とかずっと断るたびに、うん、県にお願いをしてるんですよ。あ、なるほどね。だからもうあの、うん、県の担当は、うん、軍用地を今外しておくみたいな感じで、それがあって、うん、もう外しておけばもういつまでたってもできませんよね。ですよね、うん、だからあのいろんな、うん、あの保守革新向きの、うん、沖縄選手の議員の皆さんを一つにして、うんうん、この問題もお願いするとか、はい、うん、これはね、読谷村民みんなが願ってることだと思いますよ、うん、もう高速乗るのにね、いくらなんかこうなんかあの無料化とかね、うん、なんか1000円とかなんとか言ったって、読谷村の人たちはやんばる行くにもですね、それから那覇に行くにも58号取った方がもう早いよ。あんな大きな島で行ってから、うんうんうん、回っていくよりかは、ま、回っていきますよね、うん、俺も絶対ね、あのこの高速のバイパスはね、僕はぜひやってほしいなと思いますよね。これができればもう、うん、岩見の活性化は、はい、お客さん呼ばなくても、はい、流れてくると思うから、そうですね、活性化に非常につながるんじゃないかな、うん、まあ、もうつながります、うん、はい、ぜひね、これもでもね、あの岩見村行政側もこう、うん、県の方にもね今回出してるということでありますのでね、本当に期待したいものでありますけどね。前の安田村長の場合も、うん、はい、あのもうあのやめ際でしたから、ええ、うん、あの質問で、はい、あの安田村長が目の黒いうちに、うん、この入り口光をどうにか開けてくれんかと言いましたら、あ、もうあの頑張るということで、あ、はい、あのこの読谷の航空写真に、うん、どっから希望だと、うん、県に持っていきなさいということで指示しますというような話まで、あ、そうですか。でその後石見村長も、うん、あの職員ともども、はい、一生懸命その県で頑張ってる。なるほど。あの今回も非常にあの意思を強くしてですね、うん、あの頑張っていくというふうな、この辺のこれありました。はい、いや、なんか喜ばしい限りですけどもね。まあ、あのそれ以外にはどんなですか。ああ、うん、それ以外にはですね、うんうん、あのいっぱいあのたくさんの事業ありまして、はいはいはい、あの西海岸道の整備とか、あ、まあ、あの読谷も返還軍用地大門から、はい、その跡地料 の、 あの、うん、高額補助 の、 あの補助金のですね、あの返還地跡地の促進という形とか、はい、あとあの人材育成ですね、なるほど、千葉産業、うん、あの読谷村のね、そうです、うん、伝統工芸やちむんとか、うん、花織とか、ね、花織とかありますからね、そういったのも織り込ませておけば、うんうん、お金が出た場合では、まあ、今後ね、うん、活用できると、活用するためには、うん、いろいろなものをやっぱり織り込んでおかないといけませんからね。それ以外にもいっぱいあの、うん、職員各課ですね、はい、連携取り合って、うん、あのたくさんのことが言っておると思います、うん、であのこれはあれですよ、あの中部広域とか、はい、読谷の村族に対しても本当に大きなですね、大きな意味合いをあの持つと思うんですよ、うん、だからその意見要望をですね、うん、早めにまとめて、うん、県に策定させるように お願いした次第でございます。じゃあ議会もその辺も今後もどんどん県にプッシュしていくという形で、もう役場にまた担当がいらっしゃいますからずっとヒアリングとか意見交換とか、やっぱりその中から、まあ、各市町村のまとめていくような、うん、なるほど。だから普通は沖縄振興策ったら雲、うん、の上みたいな話に、まあ、県と国の、ね、問題みたいな感じがしますけどね、本当は市町村から の、うん、関わりが非常に強いんですよ、はい、なるほど。それをまとめていって、うん、県の策として国に出すわけですから、うんうん、なるほどね、はい、なんとかこう県の方もね読谷村を、うん、重視していただくようにまあ、お願いしたいものでありますけども、さあ、ね、まだお話ありますけれども、うん、一旦ここでちょっと曲をですね、はいはいはい、一曲徳江さんリクエストがありましてですね、はいはいはい、まあ、昨日は 6.23、沖縄県慰霊の日ということもありましてですね、次の、まあ、一般質問の部分に関わってきますけど、サトウキビ開墾流についてっていうね、はいはい、一般質問も出されておりました。それでちょっと今日はね、一曲この曲をお届けしたいということでありますので、この時間をお借りしまして森山良子さんでサトウキビ畑一曲ですね、皆さんと一緒に聞きたいと思います。それではどうぞ。
ざわわざわわざわわ広い里風が通り抜けるだけ今日も見渡す限り緑の波がうねる夏の日差ししましたのは森山良子でサトウキビ畑お届けいたしました。海谷村ではサトウキビ畑可否を建立しようということで、実行委員会が一生懸命頑張っておられます。先日も、キナの方でもですね、そのチャリティーということで、コンサートなどが行われておりました。トゲさんも昨日行かれたそうですね。キナの方ね、非常に感動を受けました。あの皆さんのスタッフもいらして、現地に行かれた、はい、吉田哲太郎が、はい、あの10分の持ち時間ですが、もうみんなもっと聞きたい聞きたいで、本当に
感動を覚えました、ね、あそうですか。で今回ね、一般質問でも徳江さん、このサトキビ畑の開墾についてのなんか質問ありましたけど、どうでした？はい、うん、あれですね、まあ、その件に関しましては、うん、ずっと読谷に、ね、実行委員会、読谷という新聞の記事が2回ほどありました、うん、はい、ありましたね、実行委員会も作られたということで、うん、はいはいはい、これがありまして、うん、それからです、ね、いろんなコンサートとか、はい、新聞のどんどん、うん、そういうのを見ましてですね、うんうんうん、あこれはぜひも読谷に、ね、うん、公共平和を願うサトウキビの歌の、ね、これが、はい、読谷に来れば、うん、村民にとって本当に心の財産になるんじゃないかなと思いで、うん、今回質問させていただきました、はいはい、いかがでしたか行政の方は。ただ関係者とお話ししながら、勉強しながら、ええ、この質問したわけですが、ええ、このざわわというこの一言をそのにもう2か年何ヶ月も、はい、この寺島亡くなられた先生は直彦さん、はい、うん、そんな感じで、それも聞きましてですね、うんうん、非常に何かと1967年ですかこの歌が作詞ああそうですね作られたのは、はい、うん、そうです、1967年、ちょうど私がこの作業を行ってる自分のその頃だと思いますが、はいはいはい、あれですよ、うん、でどんなんでも今、うん、小田さんが読みたんでは一生懸命そうです、ね、頑張っていらして、はい、副実行委員長でね、うん、頑張っておられます、公務員にも、うん、村長であったり、うんうん、また安田前の村長であったり、はいはい、いろんな先輩の皆さんが、うん、顧問団みたいな感じ、でこれ実行委員会私読みたんだっけかなと思いましたが、ね、そうでもなくして、はい、そうですね、マブに糸満の皆さんも、うん、最初向こうから向こうにということがあったみたいで、うんうんうん、それが向こうなんですか県のこの平和県石地、うんうん、石地のところ、はいはい、のですね、敷地の問題があって、あ、なるほど、難しいということがあって、はいはい、伊藤の方から読谷にどうにかできませんかというお願いがあって、はいはい、最初は読谷の関係者も断ったみたいですが、うん、また何回もお願いされて、うんうん、で寺島のファミリーの皆さんもぜひ作詞者の、ね、上陸地点の読谷に、ね、そうですよ、うん、いいですねということで、うんうんうん、実行委員会の、まあ、大学の先生だって石原先生ですか、ね、はい、石原先生、はい、とか家族とか、うん、ちゃんと了解の上読みたんということに決まったみたいです ね、 もう、まあ、ね、みんなの力でぜひ成功できれば、うん、そうですね、読みたまた平和行政も、はい、うん、ちゃんと歌っておりますので、うん、そのねまた支えにもなるでしょうしね、うん、はい、それでは一旦コマーシャルをまたお届けいたします。
はい、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ、この番組はですね、本日より19日間という長丁場になりますけどもね、月曜から金曜日毎時間ですね、それぞれの読谷村議会議員の皆さん方をお迎えしてお話を伺っていこうということの企画をですね、読谷村議会と私たち FM 端で、させていただいております。どうぞ、皆さんですね、聞いていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さて、先ほどサトウキビ畑のね、開墾流の話を、しておりましたけども、ぜひ、まあ、来年ね、この、まあ、2月に、大鳥ホールでですね、サトウキビ畑コンサートっていうのが開催されて、はいはいはい、広く周知されたと思いますけども、亡くなられた、2004年にね、亡くなられた、田良島奈子さんの思い、本当にこう、悲戦の誓いを胸にこう、全国各地で数多くこのコンサートを行ったわけなんですけども、まあ、でも、全国レベルのですね、徳江さん、このサトウキ畑っていう、もうね、先ほども書けましたけど、森山良子さんが一躍ね、ヒットしましたけども、この全国レベルのサトウキビ畑っていう歌をですね、読谷村に会ができると、ある意味、ちょっと大きな声で言いませんけど、読谷の歌になりますよね。はい、もう、こっちにだって会が置くっていうことはね。時間経つにして、これ読谷出てきたのかな、読谷村民が作ったかな、絶対なる、絶対なる。ね、本当の財産になるんじゃないかなと思っております。読谷村のね、本当の心の財産になるんじゃないかなと思います。それをもう期待したいなと思います。でそこで私の財産当面でも、読谷も村としても、支援していくという、なるほど、そこまでありましたので、ね、はい、ただ何て言うんですかね、震災の関係でちょうど実行委員会の皆さんも募金活動も支援願いもやってる最中に震災の大きなことが起こりまして、でこれの建立が来年の4月という形で予定がね、予定がありますが、まあその関係でちょっと伸びるんじゃないかなという、ちょっと懸念もありますね、ありますが、ぜひ私はまた思いとしては、来年の慰霊祭までには、その前の日あたりまでには、購入できるように、そうですね、除幕式でも、これができればなという方に期待したいですね、期待だけを込めれば私もまた何かと頑張っていきたいと、はい、そうですね、期待だけではダメですね、一緒に頑張っていくと、はいはいはい、あとそれとずっと最近新聞に載ります、祖母の、霊子娘の京も新聞に載ってましたね、漢方の慶六さん、慶六さん、で祖母も、この間厚市議員が一般質問ありまして、はい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 、会費混流、千葉の特営ではこのサトウキビ畑役場支援していくということがありましたが、祖母のこれについてもお願いできませんかみたいな感じで、なるほどね、祖母の皆さんもそういった形でずっと同じ内容の会費にもなると思いますし、もうね、デグ娘の皆さんがお父さんのね、歌ですからね、あれも本当にすごい、もう本当にこう聞くだけでちょっと本当に胸熱くなる歌なんですけどもね、ユミタンには本当にそういう、ユミタンそんで生まれた歌もまた素晴らしいものがたくさんありますからね、本当に、あれも村民の財産としても、はい、本当に本当にお互いみんなで協力し合って、ぜひこれもできればなという、思いがいっぱいでございます、はい、ぜひぜひ皆さんも、皆さん村民の皆さん、ぜひねそういうものにご協力をね、よろしくお願いをしたいと思います。さあ、あと一つぐらいちょっと今回議会代理に徳谷さん乗ってたのがありました、民生の皆さん方の活動状況について伺っている件がありましたよね、はい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 、これもちょっと今回いろいろとこう質問ありますけども、これは活動状況ということで、私自身民生ね、活動について、よくわからんところもありまして、勉強もしたく、また村民にいっぱい紹介もしていきたいなと、ただ思います。タイムスとか新聞に、はい、新報に、絆とか結衣とか、民生の皆さんの活躍ぶりの記事が連載であったんですよ、はいはいはい、でそこで自分の生活を見ながらですよ、はい、人の世話するというのは大変なご苦労があると思うんですよね、その辺もぜひ紹介もしたいなと思いまして、それと読谷村はですよ、はい、いち早くこのボランティアの、登録ですか、はい、これが1400何名ですかね、1100
何条目だったと思います、はい、あの社会福祉協会って勉強していただきましたが、はいはいはい、もう団体が44団体とか、うん、まあ、まあ、これには有意もあるとかも入っておりますが、ね、1000名余りのボランティア、うん、手話の皆さんとか、はいはいはい、調理の皆さんとか、うん、あのその辺も、まあ、読谷もボランティアが多いと、うん、でそこでですよ、この、 あの読谷の民生の皆さん、はい、62名あのパーフェクトに定員満たしてるんですよ、はい、でこれは全国的にボランティアが少ない中、あ、そうそうそう、あの県内でも、うん、県内一番悪いみたいな感じで民生が足りないということでね、人口に対してで小さい離島なんかは、はい、定数満たしてます。であと大きいところでは、うん、読谷だけみたいなあの他のところが定数に満たない、うん、そうなんですか。もうなかなかね、その辺がですよ、うん、ありまし難しいね、人間関係をの部分ではちょっと本当に、まあ、個人情報の問題とかいろいろ難しくなってきてるもんですから、お付き合いしにくくなってる中で、読谷村においては62名の方々が、はいはい、あの民生員として、民生員児童員として頑張っていらっしゃるということで、それを、まあ、紹介もしたく、もう、今回の一般質問に向けて、お話をされたということで、うん、なるほど、うん、そこであの行政として、うん、あの民生の皆さんが、はい、一歩でも二歩でも足を軽くあの、うん、頑張れる、うん、そうですね、この支援を、はい、あのどのように考えているかということで、うん、あとあの副村長の、はい、また激励の村長かどこからかぜひ激励もらいたかったもんで、うんうんうん、あのその辺もお願いして、あ素晴らしいあの内容で激励もなさってましたが、あそうですか、もうこれ紹介する暇もなくてごめんなさいねいやいやいや、あまり時間ないと思いますのであの、はい、本当に今あれですよね、あの今の時代はもう社会情勢が、うん、混沌としてるんですから、ね、あのこの貧困の問題とか、うん、あの児童虐待とか、はい、病気、独居老人、うん、あのこれから高齢社会を迎えるにつれて、はい、もっと多くなる中、うん、民生の皆さんの仕事というのはまた数多くなると思うんですよ、うん、そうですね、多様化してきますね、うん、その皆さんが頑張れるような、うん、まあ、独自でみんなあの4部会ありまして、うん、あの皆さんまた協議会のもとに勉強会もずっと頑張っていらっしゃるみたいですが、うん、あの本当にご苦労を感じて、それを紹介したくてですね、うん、今回は取り上げさせていただきました。はい、ありがとうございます。ぜひね、あの62名の皆さん、本当に62名でもこの4万人という人口からすると、少ないんじゃないかなと思ったりはしますけれども、本当に、ご苦労様でございます。ぜひ、これからもですね頑張っていただきたいなと思います。また私の番組にもですね、民生の皆さん方をお迎えしたりとかも、時折やっておりますのでね、また活動状況はまた紹介していきたいと思います。はい、それではお送りしてきましたユンタンジャー出番ですよ。もう時間となりました。まあ、今日から、始まりました、読谷村議会議員の皆さん方をお招きしてのこの、19日間ですけれどもね、千葉の徳江議員を本日お招きして、3月の一般質問の内容からですね、いろいろとお話を伺わさせていただきました。月曜日は、また日賀郁也議員をですねお招きしてお話を伺います。それぞれですね、毎日、議会議員の皆さん方をお迎えしますので、またそれぞれ質問とかね、メールとかありましたら送っていただければと思います。今日は、徳江議員どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、もう、何を喋ったか分かりませんけども、いえいえ、もう十分話されてましたよ、うん、ありがとうございますありがとうございます。また、機会がありましたら、あのうつるさしないで、はい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 、ぜひよろしくお願いしますね、はい、アルコール5枚になればもっと楽しいお話もできると思うんですが、はい、ありがとうございます、はいはい、今日は千葉徳江議員でした。どうもありがとうございました、はいはい、お疲れ様、ありがとうございました。はい、お送りしてきましたユンタンジャー出番ですよ、ね、あの台風も近づいてきているということもありますので、どうか、台風対策皆さん前もってよろしくお願いいたします。ね、怪我それから事故のないようにいい週末をお過ごしください。それではまた来週。
てるよ見た78.5「見た78.5」